こんにちは。今日も思考実験をしてみたいと思います。今日は有名な話ですけれども、猫ちゃんの回転の話をしたいと思います。えー、猫さんをですね、こう仰向けにこう持ち上げてですね、その手をですね、こう離したとするとどうなるでしょう。まあ、実際にこんなことやると虐待ですから、とてもできないので、えー、今日は思考実験です。まあ、やったとするとですね、このようにひらっとですね、 見事に着地をしてくれますあの前、えっと、スタントマンが、えー、なんかビルの上から飛び降りるのを見たことの映像を見たことあるんですけれども前向きに降りながらこう降り落ちる時には背中からこの下にあるクッションのとろにこ回転して、えー、落ちていった姿を見ました。 まあ猫さんの場合は逆にこうしっかり自分の足で着地するわけですね。でもそれってどう思います例えば止まっている駒がいきなり回り出したりしませんよね。そうです。それは核運動量保存則があるからです。止まっているものがいきなり回転を始めることは絶対にありません。核運動量が保存しないからです。でもそう思うと この猫さんの運動とかそれからスタントマンの運動ってなんかおかしくないですかう仰向けになっていたのにこう着地するときには回転して下向きになっているスタントマンだったら下向きにこう顔が下向きだになっていたのが背中にこっから着地するとそれはどうしてでしょう核運動量保存則が破れてるからなんでしょうかぜひ これはゆっくくり考えてみてみださいすぐになんかこうまあ多分ググったりすると出てくるとは思うんですけれどもそういうのはですねすぐにこう、あのー、答えを探さずにですね自分でじっくりじっくり考えてみることがすごくいいことです。科学者になるトレーニングにもなりますよ。それでは皆さんんごきげんよう